大人が喜びそうな子供でいたかったから、こうでなきゃって形を演じていた。誰かといると自分の形がわからなくなる。でも水の中だけは本当の自分を感じることができた。ねえ、わ、そこにイクヤはいたんだ。君泳ぐの上手だね。あ、一緒に泳ごうよ。その日僕は笑顔を取り戻したんだ。もっと強くならないと。そんなにあいつのこと気になる？フリーの調子が落ちてるってことは、ハルとまた出会って自分でも捨てたはずの弱さを思い出しそうになった。今はそんな自分の弱さが許せない。助けた王子を人魚姫は砂の上に横たえました。そこへ一人の若い娘がやってきました。人魚姫は慌てて姿を隠しました。目を覚ました王子は、この娘が自分を助けてくれたのだとお礼の言葉を述べました。人魚姫が助けてくれたことにも気づかず、その娘のことを。そうだ、いつだって王子は気づ、人魚姫はいつだって王子のそばにいたのに。星が見えない。あの時は見えたんだ。誓った日、あの日、空にもプールにも僕と春の頭の真上、やっぱり僕は弱いままだった。イクヤは強いよ。みなそこに沈んでももう誰も助けてくれない。だったら自分が強くなるしかない。だから必死で練習して。イクヤなら世界を目指せる。世界で戦える。でも僕は強くなれなかったんだ。そんなことない。イクヤは十分強くなったよ。イクヤならイクヤのなりたい自分になれる。星なんかに願わなくても夢は叶うんだ。人魚姫はその声と引き換え